酸化プロピレンは分子式 c 三 h 六 o で表される有機化合物でエポキシドの一つ。無色で揮発性の高い液体でポリウレタンをはじめとする各種化製品の原料として重要であり、石油化学工業的に大量に生産されている。別名プロピレンオキシド1、2、エポキシプロパン、メチルオキシランなど、構造異性体のオキセタンと区別するため1、2、 プロピレンオキシドと呼ばれることもある。常温では、無色で、エーテル臭を持つ、可燃性液体。ジエチルエーテル、エタノールなどと任意に混じり合い、水にもよく溶ける。毒性、麻酔作用があり、皮膚に接触すると薬性を生じる。沸点、引火点ともに低いため、非常に引火しやすい。また、アルカリ存在下では重合反応が進行し発熱、爆発する恐れがある。 高学異性体が存在するが、通常らせみたいで利用される。クロロヒドリンにアルカリを作用させると、形式的に塩化水素が脱離して、エポキシドを形成する。ハルコン法の例。複製生物のアルコールを脱水すれば、スッチレンが得られる。酸化プロピレンは、各種化製品の出発原料として重要で、 1990年の年間世界生産量は350万トン。2008年度日本国内生産量は489,295トン。消費量は23,525トンである。プロピレンを原料として合成され、生産方法としてはクロロヒドリン法とハルコン法の2つが工業化されている。クロロヒドリン法は、プロピレンに塩素ガスと水を反応させて、 クロロヒドリンとし、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム、水酸化カルシウムなどの塩基によって、塩化水素を脱離させて合成する方法である。アルカリと塩素の中和反応の複製生物として、大量の塩化ナトリウム、または塩化カリウムが生成し、処理が必要となる。ハルコン法は、プロピレンを、イソーブテンや、エチルベンゼンなどの加酸化物を用い、 触媒存在下で参加する方法である。複製生物として T、ブチルアルコール、またはスッチレンなどが併産するが、クメンヒドロペルオキシドを用いることで、併産物の生じないプロセスも開発されている。近年になり、プロピレンをタートブチルヒドロペルオキシドで参加する方法が工業化された。さらに、過酸化水素を酸化剤とする方法が、プラント化まで進んでいる。 後者の反応の複製物は水のみであるため、工業設備を簡略化できる有利さが期待されている。このほか適切な触媒を用いることでプロピレンを酸素によって直接酸化する方法も開発されつつある。酸化プロピレンをそのまま使用することは少なく、生産量のほぼすべてが他の化成品の原料として使用される。その他は、 特殊用途の溶媒や燃料として用いられている。工業的に製造された酸化プロピレンの大半は、ポリウレタンやポリエステルの製造に用いられる。加水分解によって得られる、プロピレングリコールは、人に対する毒性が低く、適度な浸水性を持つことから、食料品や化粧品などの保水剤や、海面活性剤の原料として広く利用されている。 快感重合してできるポリプロピレングリコールも同様に利用される。その他、メタノールとの反応によって得られる1メトキシマイナス2プロパノールやカンモニア分解によって得られるプロパノールアミンなど多くの化合物の合成原料として利用されている。酸化プロピレンはかつて自動車レースの燃料として使われていたことがあるが安全性の問題からすでに禁止されている。 現在では模型用エンジン燃料に添加物として加えられることがあるほか燃料気化爆弾に用いられることもあるアメリカではアーモンドやピスタチオに混入するサルモネラを殺菌するための燻生剤として利用されているなお日本では農薬としての登録は執行している生物資料を電子顕微鏡で観察する際に脱水の過程で利用したイタノールを除き樹脂と 交換するために用いられている。人に対する発言性の懸念があり、国際癌研究機関はグループ2バイトに分類している。ありがとうございます。